ね、最悪なことが起きた。今配信始める前に出自2回目ダメだよ。そう、後ろにイヤか。ねえ、みんなサーノのお気に入りのリップが、サーノのお気に入りのリップが、なんか折れかかった。またキリンみたい。ちょっと待って、そういえばキリン置いてきたわ。キリンないかもしれん。あ、キリン置いてきた。キリンここにないわ、ごめんなさい。違う、なくなったんやなくてね、折れた。でもさ、リップだからね、なんか形が削れた。サーノの一番お気に入りのリップが削れた。うん、ね、ポニテがうまくいかなかった。あ、それもある。でも、うん、うん、会社の最寄り駅で小林蘭ちゃんそっくりな人見かけたけど本人だったのか気になってたからって面白い。うん、うん、めっちゃ悲しい。なんか、でもこれ見せたくない。本当にショックすぎる。しかもあのリップを落として、つけた後落として、あの靴下まで汚れたっていうね。リップって削れるもんじゃないとって。いや、そうやっちゃうけど、ちょっとさ見せてもいい？見て見て、これショールーム始める3秒前ぐらいに、こうなった、こうなったの。ショックすぎる。いや、折れちゃわないじゃけど、なんかさ、すっごいなんかえぐれたみたいになってる。ショックすぎる。靴下もここしか見せませんけど、これは靴下です。ショック、めっちゃショック。こんなことあるんですね。模様みたいでいい感じじゃないって。前向きすぎる。テンション下がった。まあお気に入りなので。しかもあの名前が彫られてあるリップなんですよ。めっちゃお気に入りのリップ。ショック。なんかさ、自分の大切なものがなんか汚れたりするとショックやない？なんか、わかる？あの新品のお洋服を着て汚しちゃった時の気持ち。そういう気持ち。なんか今。わかるやろ、みんな。新品のお洋服初めて着てさ、食べ物こぼしちゃったりして色ついちゃったりしたらめっちゃショックやん。そうの、今その状況。カズ兄さん、タコさん、ありがとう。今日も癒されるうれちん。わかる？そうの、今そんな気分。お昼ごめんねって星しか投げられなくてって。学校頑張ってたよって、お疲れ様。めちゃショックなんですけど、リップショックすぎる。ああ、これを見るたびにさ、あの落ち込むでしょ。しかもなんかこれえぐれたおかげでなんかあれだわ、リップがどんどん削られてるわ。あと、あとで月見てみて、めっちゃ綺麗だよって。見たい。また買えばいいよって。靴下もリップも、確かにね。でも、リップって、なくなるまで使いたいやん。お気に入りだから。
ドマさん、かわいい、ありがとう。しかもね、このリップのケース、リップのケースっていうの、リップなんか次のデザイン、次のデザインじゃないや、うん、なんか次の、うん、デザインカラー、次のリップケースのカラーに変わるから、なんかこのかわいいケースはなんか今の在庫限りですって言われて買ったやつだから、なんか次のやつがね確か紺色だったかな、であんまり可愛くなかったんですよ、紺色白かなんか、こっちの方が断然可愛くて店員さんも言ってた。トーマさん、タコさん、ありがとう。そう、なんかショック、卒アル撮影も無事終わって、隣で撮れた、よかった、おめでとう。俺お気に入りのリュックジャック壊れてて買い替えた。おお、リュックサックいいね。なんか後ろの絵増えてへんって。ああ、ね、これとパンダさんとポーとオラフとプーさん増えたかも。うん、一番新しいのここですかね。メジャーショックなんだけど、みんな。わさっぴさん、たこさん、ありがとう。うどさん、ハートありがとう。ショックすぎる。これはさ、引きずる案件ですね。引きずるわ、これは。リュックにエイトくんつけてますって最高じゃん。キリンちゃんさ、めっちゃ笑われた。うん、そう、画伯って。最初ね、座席の真ん中、うん、開いちゃって、ウランそこ座りたいなって言われ、ウランさんそこ座りなって言われたんだけど、やだーって言って、真ん中の、真ん中じゃない、真ん中？真ん中はいいじゃん。ゆうちゃん、だるまさんありがとう。そしたらみんなに詰めてって言われて、一番左座ったら先生がその隣に来た。最高じゃん。いいね。真ん中座ればよかったの。でも真ん中座っちゃったらじゃん、先生は来てくれんやったってこと？で、先生と約束とかせんやったと？キリンも色塗ると可愛くなるよって。あ、なんかじゃがりこのキャラクターに似てるってなんか言ってたわ。うん、ヤス1983さん、レインボースターありがとう。レインボースターありがとう。サノンの最近のリップケースは、なんかサノンリップケースいろいろ日によって気分によって違うっちゃうけど、最近はこれ、最近はこれ、めっちゃ可愛くない？これね、しかもね、100均に売ってた。そう、100均に売ってて可愛すぎて買っちゃったよね。星集めてた、ありがとう。そう、しんちゃん、しんちゃんがまさかの100均にあったから、しかもチャック。3日前に賞味期限が切れたヨーグルペをいただきますって。どうぞ。大丈夫、3日ぐらいなら。しんちゃん可愛くない？これの白も買った。白、白、犬の白バージョン。え、これ100均、びっくりだよね。しんちゃんショップとかじゃなくて100均に売ってた。びっくりして買っちゃった。そう、最近はこれ使いよるけど、リップの本数、そう、4本ぐらいだって使いよるっちゃけど、でもいつもはなんか巾着とかも使う。レースの黒いやつとか。カズ兄さん、かわいい、ありがとう。裏真ん中座るのが嫌なの。先生知りながら行ってきたと思うから、先生も隣で撮りたかったのかもって。かわいいの。賞味期限なら、そうそう、消費期限が危ないというね。そう、
リップケースってもう少し小さいかと思ってた。あ、そう、ちっちゃいのもある。なんか最近さ、最近ね、なんかリップ専用のケースみたいなの売ってんの。そう、これは割となんかいろいろ入れれますよね。そう、入れてます。言えてるよん。こむりょう。よし、1983さん、タコさんありがとう。リップケースはね、何個あっても使うもんね。そう、夢と希望が詰まった双葉バスです。双葉幼稚園。めちゃくちゃ緊張してた。どんどん顔赤くなっちゃってたんだよね。って、かわいい。え、顔赤くなるタイプ？かわいいの。リンリンさん、ハートありがとう。ねえ、なんかさ、小学生の頃とかね、顔なんかさ、緊張して顔赤くなっちゃう子おるやん。なんか発表の時とか、手挙げて当てられた時とか、急に当てられた時とか、一瞬でなんか赤くなって発表終わった瞬間に白く戻る子いるじゃないですか。なんか羨ましいって思ってました。うん、きっと自分がなったら嫌なんやろうけど、気にする、何あれやろうけど、現象。そう、憧れてた時あったな。ゆうちゃん、だるまさんありがとう。うん、みんな赤くなるタイプですか、緊張したら。え、そういうの緊張しても赤くなんない。ただただあれですね、緊張して胸がドキドキして、うん、そうですね、そうですね、ドキドキする。うん、心臓バクバクになっちゃうかな。心臓バクバクになって、あ、緊張したらさ、手汗かきません？そう、動悸がする。そういうことか、それだ。うん、無意識のうちに顔赤くなっちゃうよねって。熱が一瞬で出たみたいな感じでって。ね、それかわいい。うん、飲んだら赤くなるタイプです。あ、でもさ、の持久走したら赤くなるわ。あ、運動したら赤くなる。めっちゃ走ったりしたの。うん、緊張するとじっとしてられん。あ、この季節に半ズボンの小学生いたって、かわいい。半袖半ズボン、いいね。みんな赤くなる顔、緊張したりしたら赤くなる。そのなんないよ。うん、あ、恥ずかしい時に赤くなるんやっけあれ、ね、恥ずかしい時だから、発表で当てられた時とか。緊張すると脇汗がすごいです。面白い。顔赤くなんない。うん、もう今日本当に死ぬかと思ったよって。撮る時マスク外すから2年ぶりに見てめっちゃ可愛かったって。いやー、よかったね。写真撮るときぐらいしかマスク外した顔見ないよね。友達とか、うん、家族以外で。すぐに戻らないかんけど少しだけ来たよって。ありがとう、磯風さん。確かに寒くないっていつも思う。確かに半袖半ズボンの小学生いっぱいいるよね。緊張すると呼吸がおかしくなるって。いや、心配だわ。呼吸が浅くなる。へえ。お話し会で待っちゃうときに緊張して赤く。え？お話し会待ってるとき？かわいすぎん？じゃあお話し会のときも赤くしてよ。でも赤くすることはできんちゃろ？
え、あれさ、赤くなってる瞬間って自分で分からんと？マスク外したら可愛かったらキュンキュンしちゃう？カラスのカーコさん、ハートありがとう。ハートがいっぱい。手がね、そう、なんか熱くなりますよね。赤いチークのローって 面白い。でも、なんかリンゴみたいになりますよね。さあ、持久走したらリンゴみたいになっちゃう。あ、そう、ほてった感じがしたら赤くなった。ってった感じがする。熱くなるってこと？そんなことないよ、ランちゃん。おめでとう。一緒に撮れてよかった。お疲れ様ご。顔ね。そしてキスしたらめっちゃ赤くなります。なんか、走り終わった後さ、やばいよね。顔がポップして湯気が出ますって 話そうって思ってたことが忘れて頭の中真っ白になる。緊張あるあるやね。確かにこれ話そうってさ思ってさ、なんか発表の時とかって自分の番が来るまでひたすら自分が考えた文字を、文章を決めてる時はね、決めちょった時とかは、例えば学校の発表とかの時はさ考えるやん。で、こう自分の番が来るまで自分の中で何回も言う練習をね、声に出さずするんやけ、するっちゃけど、するしちょったっちゃけど、そう、自分の番がいざ来たら忘れちゃうよね。ポニテの話しかしないので全くぶれないって。ポニテ磯風さん、ハートありがとう。最近顔はわかるけど名前が出ない時がある。名前ね、卒アル届いたらマジで秒で送るって。送って、楽しみにしてる。懐かしい。みんなでなんかサイン書きしたな。こんばんは。持久走とか懐かしい。ロードレース。みんなさ、持久走の時覚えちゃう？どういう風に走ってました？持久走ロードレース、ロードレース大会、持久走大会、どうやって走ってました？なんか考えながら走ってました？あ、星投げ完了したっけ？ありがとう、磯風さん。頑張ってね。ちゃんと気合い入れてバレない程度にお化粧したから黒歴史にならんはず。あ、よかったよかった。12月10日のお話し会で高校生の時の写真見せるねって。やった。なんか勝手なイメージ変わってなさそう。変わっちゃうな。そう、お疲れ様ごーね。なのはちなみに持久走の時はですね、自分よりちょっとだけ早い、自分のいつも1個前の順位の子を追いかけて走ってました。追いかけてについて走ってました。その子から離れないように頑張って走って、そう、そのなんか自分より1個前、1個1人早い人についていくと速くなるっていうか、そう、頑張れるよね。あとね、お
友達と一緒に走る時もあったっちゃけど、友達と一緒に走ろうって言って走るとなんかさ、人によっては喋れるじゃないですか。サノンはあんまり喋りたくないんですよ、持久走中に。あれ喋るとねめっちゃ疲れるの、喋りながら走るとめっちゃ疲れるんですよ。そうだから最初にめっちゃ喋りすぎちゃうともう後が超疲れちゃうから、そう、そう、その子を最後に、そう、一つ早い子についていって走って、その子を最後抜けたらいいなって思いながら走ってた。クラスの写真は担任うざい？そんなことある？悲しいね。持久走で前も後ろもおらんかったって、え？どういう状況それ？前も後ろ、すごいね、1位ってこと？かっこいいやん。あ、生誕グッズ当選したやつ見せるねってやった。え、そう、ペース乱れるよね、わかる？そう、余計な体力使っちゃう。なんか楽しい時間になるけど、その分そう疲れちゃうからね、順位落ちちゃうし。3周と51着が終わりって、ありがとう。サーノヤッホーってヤッホー、持久走はお腹すいたなって、何食べようかなって考えながら走ってたって、かわいすぎるやろ。なんかさ、持久走めっちゃ嫌いな友達おってね、その子がなんか持久走の前にロードレースの前にチョコレート食べると頑張れるみたいな子がおって、めっちゃ面白いなって思った。うん、なんか逆にさ、チョコレートとかさ、もうなんか気持ち悪くなっちゃいそう、そのまま走った。みんな先生好きくないからめちゃくちゃ喜んでたって、かわいそう。脇腹痛くなる、確かに。前にゴールまで 200m くらいのところ、知り合いのやつを一気に抜いたらクソって言われたって。わー、やっぱ悔しいってなっちゃうよね。前の人が速すぎて自分のペースで走ってた。なるほど。じゃあ2番目ぐらいであれやったってことね。後ろのことは距離離してたってね。10キロ？大変。うわー。自国の橋？大変。なんか、小学生の頃とかってさ、小学生の頃はね、なんか1年生はなんか運動場を何周みたいな、2周とか3周とかだった。だからどんどんさ、学年が上がっていくごとになんか半周増えたり1周増えたりするのね。それが辛かった、1年生はね、もう2周でもめっちゃ疲れちゃうから、まだちっちゃいし、1年生って。さあ、でも小2から持久走が好きになった。小1の時は持久走の意味全く分かってませんでしたね。じゃあ1年生の頃ね、40位だったのでもね、2年生になったら4位だった。めっちゃ面白いよね、2年生から本気出してきたわ。 200m ぐらいの坂はきつい。バスケ部だったのにマジで長距離苦手で、短距離が得意？珍しいね。バスケ部めっちゃ速いイメージある。最近全力で走ったことある？全力はない。急に雨が降ってきて走ったことならある、最近。
前の人を抜かそうとしながら走って結局抜けなかった思い出ってあるあるだわ。なんかさ抜かそうって思って頑張って走ったら前の子もさ抜かされんようにさ頑張って走るからさあんまね抜かすことできんよね最初の方しか。こんばんは。10キロ歩かずに走り切った偉すぎ。10キロだったさすがにちょっと歩いちゃう。でも歩いた後さああいうのって罪悪感湧くよね。罪悪感あるよね。なんか走っちょらんければあの団体の中にあのグループの中にいたのにとか思いながら遠くを見つめながら歩いちゃう間にさどんどんさ前の人との距離が空くやん、ね、そういうなんか罪悪感ありそう。でもサーモンもねあんまり走ってません。あ走ってませんじゃない、サーモンもあの中学生まで全然歩いたことなかった。なんか歩いちゃダメだよね基本的に。できる歩いたことない。バスケ部の試合なら全然余裕なのってけどずっと走り続けなきゃいけない長距離。あーそっか大事な時に走るもんね。でもバスケはずっとなんか動いちゃうイメージ。仕事に戻るってまいちゃさんありがとう。頑張ってね。男女一緒やったら後ろから女子眺めながら抜いていきましたって。あ男子に抜かれることあるよね。ひでりんごさんハートありがとう。なんかさ男子の方が距離が長いやん。そうみつきちゃんだやっほー。学校やんなきゃなこと多くて多くてなのは多くてわかんないってこと。頑張ってるね。え、イベント中だよ。イベント中だよ。リボンさんハートとだるまさんありがとう。体育のバスケやったらいけるバスケ部にディフェンス上うまいねって言われたって嬉しいな。逃げ足早い面白。わあすごい忙しかったじゃね。みつきちゃんありがとうね来てくれて。リボンさんタコさんありがとう。そうイベント中、女子は距離短いけど自分よりゴールをせ、あやっぱそう、なんかさ抜かされたと思うよね。え、なんで男の子ってそんな速いとってペース疲れそうって思っちゃう。持久力の差かな。だって男子はさ外でなんか野球とかサッカーして遊ぶの好きやん。そういうので持久力作っちゃろうね。元卓球部、卓球も疲れそう、腕疲れちゃいそう。ゆっくり走った方が辛い。あでもそれはさめっちゃわかる。もう私もゆっくり走ったらめっちゃ辛いし、なんか後から速くすることができんくなるから、そう最初にいっぱいなんか普通のペースで走るタイプだった。そう女子が体育の時に体育館から校庭眺めてたりする青春じゃん。青春だね、ドラマみたい。あそうそうリズムね掴んだらね楽になれるよね。わかるとか、なんか呼吸を覚えたら、自分の楽な呼吸を覚えたら、見つけたら、辛くなくなる。
そう、リズムつかむまでね時間かかるよね。こんばんは。ねえ、なんかさ、走る、長距離走るのにいい、なんか呼吸法みたいななんか言ったけど、それそのの全然当てはまらなくて、やってみたけど、そうだからなんか自分で決めてました。止まらない。そう、一回あくびしちゃうとさ、あくびって止まらんがね。整骨院着いたからまた夜来るねって、星集めしとくって。うらんちゃん整骨院頑張って、ありがとう。短距離も長距離もまあまあ、うわそうなんと一緒、そうなんもそう、まあまあどっちもまあまあ。待って、 100m 何秒って、そうなの、 100m 何秒かは分かんない。100m 走は走ったこと、いや測ったことなくない？50しか、え、50m 走6秒台めっちゃ速い、めっちゃ速いやん。5秒台、それめっちゃ大会出れるじゃない？サノも今走ったら絶対遅いわ。多分一番速くて 8.1 とか 8.2 とか。でも普通は 8.5 とか 8.6 とかだったな。なんか7秒台の子に憧れてました。陸上部、わあ、確かに陸上部は速いよね。クラウチングスタートで、今運動不足です。今さ、なんか全力で走る機会なくない？ないよね。全力で走る機会がない。 100m は12秒4、早っ。ちゃんと測ったの数回しかない。そっか、ちょっと走っただけで息切れちゃうって。わかる、走ってなさすぎるよね。なんかさ、なんかジムとかで走るのとさ、トレーニングとかでさ、なんか有酸素運動で走るのと、なんか実際に外で走るのってなんか違うやん、感覚ね。私は走るより転がった方が早いかも。最高。野原で転がりたいね。いいじゃん、転がろう。かわいい。草スキーしたい、草スキー。うんね、草スキーめっちゃ好きやってさ、あのソリに乗ってシュンっていくやつ。違うよ、草スキーよ、草スキー。草スキー知らん？草スキーやったことない？草スキーしたい。草スキーって言うとあれ、草スキーだっちゃうかな。転がったなら目も回るやんって。確かに目回る。え、草スキーじゃないっけ？待って、草スキー違う名前。あれ？ちょっと違うかな。待って。草スキーじゃない？違う？え、わかんない。違うかも。なんかソリに乗ってやるやつ。
ね、違う、草好きじゃないの違う違う、え、違う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 、あのさ、氷の上じゃない、あのなんかさ、こんな坂、ね、草好き違う、みんな勘違い勘違い、違うなんかさ、あのソリに乗って滑るやつ知らん？あ、スケートさん全然できん、グラス好き、え、待って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 調べる、え、嘘やん、え、草スキー知らん？え、ちょっと草スキー調べて、みんな草スキーってあるから、ほんとに、あ、ほら、やっぱ草スキーやん、そうなの、草スキーめっちゃ好きやった、うん、草スキーね、これもしかしてさ、草スキーって九州やん、九州やっちゃない？あ、そう、芝の上で、そう、なんか急な坂をソリに乗って滑るの、赤とか青とかのソリに乗って、そう、草スキーです。え、草スキーやったことない？逆にびっくり、え、草スキーやったことない？みんな、え、草スキー知らん？え、待って待って、草スキー知らん？草スキー、草スキーだよ、めっちゃ違うのよ、草スキー、ちょっと調べてみて、調べて、草スキー、ね、ちょっと W じゃないのよ、その草じゃない、グラスキー、あ、グラスキーって言うと草スキーよ、草スキー、うん、草スキーがね、めっちゃ好きで、うん、やってた、うん、草スキー場、いや、草スキーね、なんか普通にする、うん、そう、なんかちっちゃい子がめっちゃ好きですよね、違うのよ、何何何が可愛くて、え、何、リトルバルスキー、リトルバルスキーってなん、そんなかっこいい名前？草好きじゃないと？ねえ、草好きって九州の方言？もしかして方言？好きでしたね。懐かしいやん。チャイコフスキー？なんそれ？読み間違い？どういうこと？あ、そう、雪の上を滑るんじゃなくてね、草の上を滑るんです、そうそうそう、文字で書いてみて、待って、文字、あ、オッケー、折り紙に書くわ、じゃあ草敷はね、ん？草スキーがめっちゃ好きで、そう、そう、めっちゃ好きで、草スキー、ちょん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 。
そのまんま。雪のないグランゲレンデを滑るやつじゃないの？あ、そうかもしんない、うん、そんな感じかもしんない。ゲレンデ、うん、そうかも。え、そう、これこれがめっちゃ好きでした、うん、なんか急な斜面をね。あ、そう、あの、うん、よく見る、うん、なんていう、あ、あのさ、なんていうっけ、あのスポーツなんやっけ、ジャンプ、ジャンプ、いや、ジャンプ台そんな高くないわ、そんな高くないけど、結構急な斜面でソリに乗って滑るの。そう、それが好き。あ、そう、土手とかそういうの、そういうの、そういうの、そういうなんか、うん、土手とかそういうなんかそれぐらいのやつでやる。スキーがめっちゃ好きだった。ソリに乗って滑るだけ、高いとこからシューって、あ、滑り台の延長よ、滑り台の延長、うん、そう、まあ気持ちは滑り台みたいな感じ。あれがめっちゃ好きでね、そうやってました。最後は川に落ちるはやめて、そんな、そんな子じゃない、うん、子供の頃ダンボール、うん、ダンボール、ダンボール敷いて滑った、それのソリ版。そうそうそう、そう、スノーボードで滑るわけじゃないの。そうそうそう、あの葉っぱの上じゃない、なんていう、野原、野原じゃないけど、こう緑の上を滑る感じ。急にな、急な斜面になった緑の上をソリに乗って滑る、それ。うん、スラノスキーカズニーより2週間でお知らせってありがとう。うん、マックス塗った、どういうこと、塗んないよ、これがとにかく好きでね、そのままやってました。うん、そう、芝生みたいなとこもある。そう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 、大好きでしたね。密かな楽しみでした。そうとか、なんか草スキーさ、多分分からんけど、草スキーのソリさ、なんかちっちゃい頃好きやなかった、あれに乗ってなんか友達を運んだりしてた。となんか自分より小さい子とか自分と同じくらいの子を乗せて運んで、なんか家族ごっこしたりしてました。なんかもうそれがバスみたいな役割。そう、止まらなくて何かにぶつかったことはない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 、楽しんでました。あ、二人乗りするとね早い、それそう、うん、え、二人乗りしたら早いっけ、まあわかんないけど、うん、早いかも。そう、なんか家族ごっこしてました、ソリに人乗せて、うん、そうやってたの。重いとか言いながらね、重い丸々ちゃんとか言いながら失礼だよね、今思うとめっちゃ失礼。そうやったりしてました。乗せたらお金もらおうって楽しかったの、家族ごっこね、赤ちゃん役の子を乗せたりするんですよ、うん、楽しかった。スキーはあの家族ごっこの必需品でした。あとサラサラ砂、そう、草スキーって伝
伝わんないんだね。じゃあ、待って、九州での呼び名が草好きってこと？じゃあ他の県の方はなんて呼ぶんですか？徳永美久ちゃんって誰よ？サラサラツナ、もう作るのがサラサラツナじゃないのよ。サラサラツナ、砂、サラサラ砂、サラサラ砂、うん、グラススキーって言っちゃう。グラススキーって草スキーっていう意味？え、草スキー言うがね。そうね。ああ、みあっちょあっちょってミクが好きやったな。芝滑り、なんかシンプル。サラサラ砂、踏むと落とせんって。踏んだことない。あのサウナにとって大切なものだったので。師匠さん、こんばんは。宮崎県代表のえみさんので、ぜひぜひインスタグラムもツイッターも見てね。英語で草や芝生のことをグラスって言うって。グラスって言っちゃう。で、グラス好き。なるほど、かっこいいね。グラス好きって草好きって、もう、じゃあみんな一応知ってる遊びなんですね。瓶に入れて保管してある。うん、全然そんなことない。なんか一定の場所に置いて、そう、毎日それで遊んでたり、遊んだりしてました。そう、なんか振り子、なんていう、ザル、違うな、なんかなんていうっけね、なんかね、あんのよ。いや、作るやつが、サラサラズの作るやつがあって、それでで、そう、砂いっぱい入れて振って、そしたらサラサラの砂が出てくる。それで泥団子とか作るとめっちゃピカピカになるんですよ、磨き上げたら。牛乳瓶の蓋集めて遊んでたなって。牛乳瓶の蓋？そう、違う、猿じゃないって。そう、泥団子みたらし団子じゃないよ。泥団子こうやって作って、こうやって磨い、新しいサラサラ砂かけて、ピカピカにこうやってやって、またこうしてやってました。そう、やっちゃったな。泥団子作るのもめっちゃ好きで、そう、よくやってました。こうやってもうこうやってやってたんだよ。なんか落としても全然割れん、あの泥団子とかあったな。なんか普通の花でね、あ、普通の花じゃない、普通の砂でね作ると、なんか結構さ、砂って石の塊、石の石を、小石をいっぱい集めたもんじゃないですか。だから、なんかだからさ、大きい、なんか普通の粒の砂で作るとね、なんか壊れやすいの。そう、やってたな。いや、泥団子作る配信とかやりたいけどさ、できんじゃん、できんじゃん。砂遊び得意そう。あ、砂遊び得意そう、得意やった。そう、得意っていうか泥団子ですね。でも得意といっても、もう何年も作ってないですよ。いや、わかる。めっちゃさ、上手に金ピカに作る子おるよね、ツルツルなやつ。そういうのもなんか思ってました。え、どうやったら丸々ちゃんみたいにこんな綺麗なやつ作れるっちゃろうとか
そう思いながら、どうやったらお兄ちゃんみたいに作れるんやろうとか思いながらやってました。帰ってやってで最後は割るんです。そうでも大事にドラ団子を置く時もあった。そうすっごいのキラッキラになる時あるよね。ドラ団子をさ缶にしまって5年後ぐらいに見つけて何これってなったことある。そんなことあると？めっちゃ面白いね。うん、え、泥団子作るキット、それいいね。え、5年後ってさ、ひび割れちゃうとすごいね。あ、そう、最後はぶつけてどっちが割れんか、お、そう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 、競うんです。でもめっちゃキラッキラにできたやつはもう守って見つかんないところに直したりしてました。泥団子めっちゃ好きやった。綺麗なままやっちゃう。え、待って、それカンカンに、あ、カンカンに入ってるからか。カンカンに入れてどこに、なんかどっかに埋めちゃったと。水風船も好きやった。うん、水風船サーモンもしよったな。今はつくねの団子が好きですって、めっちゃ面白い。キックボードね。キックボードか。キックボードってスケボーと違うと？ツヤツヤだった、すご。あ、部屋に隠しちゃった、めっちゃ謎。え、待って、それ5年後？ああ、すごいね。え、泥団子ってカビとかこんちゃう？じゃあ必勝団子剣見せてみろ。ゼンマイ侍やん。スケボー全然違うやつ。待って、なんつったっけ、何棒って言ったっけ。スケボーじゃなく、スケボーじゃない、何棒って言ったっけ。スケボーとは違うっちゃ。キックボード、あ、キックボードって何じゃ。キックボードどれ、なんか分かるけど分かんない、もう忘れた。てかなんかお友達がめっちゃ竹馬が好きで、竹馬で遊んだりとか。あ、サーモンホッピング好きだった。私は草団子が好きですってあんこが乗ったやつ、あんこが乗ったやつ、草団子ってあんこ乗ってるんだっけ、わかんない。サーモンね、あんこのあんまり、うん、タイヤが違う。へえー、あ、一輪車サーモンね、できんやったな。今は分からんけど、一輪車さ、一輪車できる子は憧れてました。なんか一輪車ってさ、いろんな高さにできるやん、めっちゃ高くもできるやん、そういうの乗れてる子羨ましいって思いながら見てました。そう、ハンドルがついてるやつ。あ、キックボード、待って、キックボードってあれ、あ、キックボードっけ。あ、そういうのめっちゃ使ってたわ。じゃあ、あれね、これね、スクーター、違う、スクーターじゃない、スクーターじゃない、それキックボードか。あれ、え、こうやってさ片足はついてさやって、なんか途中こう両足乗せてこうやってやるやつ、それ。あ、そういうのやりよったわ。うん、あ、それ？こう速度つけるのに片足でこうやってやって、縦乗るやつよね、座るとこないがね。で両足乗せてこうやるやつね、それね。スクーターじゃないっけ、うん、あ、キックボードか。あ、あれ、それもしよった。
やりよったわ、お友達と。バイクの座らん番やろ、立つ番じゃない。あ、やりよったやりよった。3分前早っ。じゃあまた後で話そう。それね、懐かしい。あれスケボーじゃない、なんだっけ、キックボードか。あ、やったことある、全然ある。じゃあランキング選んでいきたいと思います。早いけど、13位はりんりんさん、ありがとう。12位はこわいちさん、ありがとう。11位はギャルサットマくん7連城さん、ありがとう。10位はゆきひらさん、ありがとう。9位はピンクのくまさん、ありがとう。8位は怪盗1412号さん、ありがとう。7位はひでりんごさん、ありがとう。6位はカラスのカーコアットマークルンバニアさん、ありがとう。5位はリボンさん、ありがとう。4位はワサピさん、ありがとう。3位はドマさん、ドマソイルホースさん、ありがとう。2位はヤス1983さん、ありがとう。そして1位はカズニー、あとお誕生日まで250日、ありがとう。はい、ね、伝わってよかったって。伝わったよ、ちゃんと。サノもしかもちゃんとやったことあった。福留が免許取ったってツイートしてた。照れたっちゃ。そう、サーノン実は知ってました。みつほが社交に通ってるの。そう、みつほにこの間最近何しよっとって聞いたら、そう、自動車学校行ってるって言ってて。そう、取れたんですね、すごい、おめでとう。うん、伝わる時間がかかる。さなちゃんごめんなさい、そんなこともありますよ。じゃあね、じゃあ終わろうと思います。それではランキングを読みましょうか。ランキング読む？いやー、みつほだ、ほんとだ、3分前じゃん、かわいい。もういつも会いたいぞー、会いたい、みつほに会いたいです。まあ、ランキング読んだよね。え、なんて言ったっけ、ランキング。え、なんて言った、ランキング読むって言った、さ、のうん、なんて言ったっけ、忘れちゃった。みつほが可愛い。それでは今日もありがとうございました。次は10時です。そらのじゃんけん、じゃんけんぽい。ランキング読むって言った、朝の今。え、無意識すぎる。なんて言った今、ランキング読むって言った。あ、ごめんなさい、ランキング読みません。ありがとう、みんな。それでは次は、さあの大丈夫かって、ランキング読むって言った、言ってない、絶対言っちゃらん、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 言ってないです。それでは皆さん、次はラスト10時からやりますので、3時間後、8、9、10、3時間後に会いに来てください。星をパンパンにして待っててね、ありがとう。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。